こんばんは、若松宗男チャンネルでございます、今日も引き続き若松宗男ラジオスタイルでお送りいたします、今日は旧暦の8月の15日で十五夜でございますね。まあ、先ほどね、今日もずっと会社に行ってたんですけれども、帰りではね、夜空を見上げましたら、本当にね、美しい十五夜の月がこうこうと輝いておりました。まあね、満月は明日らしいですけれども、まあ今日も本当にもうまん丸に見えておりまして、とっても、ほっとしたいい気分でございます。まあその十五夜はね、まあそのなんていうんですかね、このまあ収穫、まあ前はね、こうやはり日本のまあ農業っていうんですかね、そういうその収穫に感謝しながら、やはりその中秋の名月を鑑賞するというようなことで、十五夜をお祝いしたと思います。まあ旧暦ではね、7月から9月くらいがまあ秋ということでございますけれども、まあやはりあれですね、こう秋になってきますとね、やっぱりこうすがすがしく空も澄み渡って、まあお月様も本当になんか美しく、見えるようになってまいりました。で、あの月見団子ってありますよね。これはあのね、まあなんかやはりこう豊作を祈願しながら、お供えするということらしいですけれども、まあ月見団子をいつ食べるかという気になる人も多いと思いますけれども、まあお月見をした後に月に感謝しながら食べましょうというようなことでございます。まあそんなことで今年もあと3ヶ月、まあ12月も中くらいになるとね、もう慌ただしくなっちゃいますので、まあ実質本当にもう2ヶ月と半くらいでございますかね。まああのコロナの状況もね、果たしてこれからどうなっていくのか、まあね、東京も GoTo トラベルの一つの仲間入りをして、ますます人の意識が多くなってくると思いますけれども、まあとにかく本当にもう気をつけながら、行動して、なんていうんですかね、やっぱりあのコロナに注意しながら、あの日々過ごしていきたいと思います。まあそんなことで、まあ昨日も申し上げましたですけれども、この音楽業界もね、本当になかなか厳しい状況ですけれども、まあぼちぼちと、まあイベントとか、その3密とかを守りながら、行えるような状況にはなってきております。まあこれからそのコロナの状況によって果たしてどうなるかなかなか分かりにくいですけれども、とにかく、無事に収束の方向に向かって、この音楽業界が、本当にますます、まあ、元気になって皆さんと楽しく過ごすことができるように、一日も早くできるようになりますことをお祈りいたしたいと思います。ありがとうございました。